ビラデッヘ・コートニービラデッヘ・コートニーは、タイのカーンチャナブリー県出身の男子フェンシング選手。ドイツ国籍を取得し、ドイツ代表及びタイ代表として、国際大会で活躍した。コートニーは1979年に、タイで生まれたが、1982年母親が、ドイツ陸軍少佐で、南西ドイツ放送のジャーナリストだった、エリック・コートニーと結婚したことにより、 ドイツ国籍を取得した。バーデンビュールテンベルク州のエフィンゲニア、ラインラントプファルツ州のコブレンツで育ち、コブレンツのスポーツクラブコブレンザーターニーズルシャフト1880でフェンシングを始めた。1999年度のフェンシングヨーロッパ選手権、サーブル個人で金メダルを獲得。同年のシドニーオリンピックでは、サーブル個人、団体ともに、 銅メダルを獲得した。オリンピック表彰式の時、彼は表彰台にチームメイトで交代要員だったエーロ・レーマンを招き、彼の銅メダルを送った。このため彼はドイツ公共放送連盟のフェアプレー賞を受賞したほか、大統領からシルバー・ローレルを授与された。2002年から母国体のバンコク大学インターナショナル・カレッジ・コミュニケーション専攻で学び始め、 また、同年、タイ人女性と結婚して、タイの市民権を取得した。2004年のアテネオリンピックには、タイ代表として出場、サーブル個人13位となった。2005年には、長男が誕生した。2006年のアジア競技大会で、サーブル個人と団体の2種目で、銅メダルを獲得。2008年の北京オリンピックでは、サーブル個人25位に終わった。 コートニーは、スマトラ島沖地震による津波被害の際は、現地で、観光客の支援と遺体の収容作業に携わった。その後、彼は、犠牲者探索のためドイツのデュースブルクから派遣された、災害救助隊 ISAR ジャーマニーの現地支援要員としてドイツ大使館を代表して、働いた。さらにコートニーは対援助プロジェクトを立ち上げた。 対南部のカオラックやバンバンサック復興の資金を募るため、ドイツでビリー・ヒルフト EV を設立。荒廃した漁村の復旧作業は、市の洪水の1週間後から、対当局が障害物の除去を開始した。3ヶ月後、バンバンサックに30個の住宅が用意されて住民に引き渡され、後に20個以上が追加された。 支援プロジェクト、ビリー・ヒルフと EV には15カ国100人の市民が参加、集められた50万ユーロの寄付金はドイツ大使館の支援事業の資金となった。彼自身、2006年のアジア大会で得た1万ユーロの賞金を寄付した。また、恵まれない海上ジプシーの利益のために、ドイツ政府の病院建設プロジェクトに反対を表明した。このプロジェクトは、 海上ジプシーを強制退去させる必要があり、ドイツ大使館の代表団は病院の建設場所に困っていた。コートニーは2006年のスポーツマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれたほか、南西ドイツ放送の番組今年の人物に招待された。その後コートニーは、ボート住居の建設、リゾート、建設資材会社、工芸品などで生計を立てるバンバンサックの将来を、 構想した。学習障害を持つ子供たちのための学校を立ち上げ、彼の財団はフィリッパの天使賞を授与された。コブレンツでは災害救助への貢献が認められ、ゴールデンブックに名を連ねたホカラインラントプファルツ州のクルトベック首相から津波勲章を授与され、タイの外相からは良きサマリア人賞を授与された。ありがとうございます。